ちらは超満員のお客様で大揺れに揺れ動く蔵前国技館です。全日本プロレスと国際プロレスが両団体の威信をかけまして激突する対抗戦、いよいよメインイベントの鶴田対木村戦を迎えたところでございます。これより両選手が入ってまいります。ジャンボ鶴田選手の登場でございます。世界の輝ける星、全日本プロレスのエース、ジャンボ鶴田の登場。今や世界最大のプロレス組織 NWA の若手ナンバーワンに成長しております、インターナショナルタッグチャンピオン、ジャンボ鶴田。さあ、そしてラッシャー木村選手の顔が見えました。国際プロレスのリーダーでございます木村の登場。 IWA 認定のヘビー級のチャンピオン、10回目の防衛を果たしたばかりでございます。格闘歴が17年という強者でございます。ラッシャー木村選手登場してまいりました。火花を散らします。対角線上に睨み合いましたジャンボ鶴田、そしてラッシャー木村でございます。八田一郎会長によりまして、試練の10番勝負の大会宣言が今読み上げられました。これより両選手の紹介でございます。エリート構想まっしぐら、山梨県牧岡生まれ、中央大学出身、ジャンボ鶴田、33歳です。野口のような風貌はどっしりとした重さを感じさせます。北海道出身。そして特別レフリーは吉野里純三さんでございます。さて、この試合はいつものように解説に東京スポーツの山田隆さんを迎えました。山田さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。どうぞよろしく。さて、試合に先立ちまして、皆様にこの試練の10番勝負のルールをご説明したいと存じます。この試合は特別ルールが使用されまして、今ご紹介しましたようにレフリーが吉野里純三さん、そしてルールは PWF ルールが使用されますが、ただしリングアウトだけは異例の20カウントでございます。さらにまた勝負の方は60分の3本勝負で行われます。こういう特別ルールが設定されています。さあ、山田さん、いよいよ待望の勝負、2回目の顔合わせですが、実現しましたですね。そうですね、本当にいよいよやってきたかという気持ちですね。非常に私自身も興奮で固くなってます。はい、この両者は去年の12月の13日福井の体育館におきまして、全日本プロレスオープン選手権で顔を合わせております。あの時の試合は両者も喧嘩のような試合になりまして、結局は引き分けた試合でしたね。そうですね、場外での殴り合い、大乱戦の中で引き分けに終わっていると、はい、それだけに今日の試合ですね、やはり、鶴田君も木村君もともに決着戦であるという気持ちが強いですね。そうですね、いよいよ2度目の対決です。これからゴングを要請いたします。吉野里レフリーでございます。なお、この試合の勝者には東京スポーツ新聞社から賞金として1000万円が贈られます。さあ、60分の3本勝負、1本目のゴングが鳴りました。激しい睨み合いです。火花を散らすジャンボ鶴田、ラッシャー木村、ちょっと顔を紅潮させております。25歳になったばかり、誕生日を迎えたばかりのジャンボ鶴田です。いや、山田さん、激しい睨み合い、素晴らしい気迫ですね。両方ともやはりかなり硬くなってますね。そうですね、特に鶴田君の胸の筋肉がビクビク動いてますね。はい、さあ、どちらが先に勝負を仕掛けますか。お客様ももう大変なファンでいっぱいでございます。国際プロレスの応援団、全日本プロレスの応援団、両者2つに分かれました。それではここで一つ
両選手の控え室での表情、それから蔵前国技館超満員でございますが、ファンの反応などを一つ松永アナウンサーにリポートしてもらいたいと思います。松永アナウンサーどうぞ。はい、ものすごい応援ですね。国技館の東と北が国際プロレス、そして西と南が全日本プロレスと、完全に応援も真っ二つに割れています。控え室の表情ですけれども、ジャンボ鶴田は非常に落ち着いていました。3月25日25歳の誕生日を迎え、明治神宮に必勝の祈願をしたそうです。4種類のスープレックスで必ず倒してみせると非常にリラックスしていました。そして一方、ラッシャー木村は今朝6時巡業の大分から帰ってきましたが、体調は十分、キャリア駆け引きでも負けるはずがないと非常に余裕を見せていました。オープン選手権の決着を今日はリング上でつけてやるといった表情でした。山田さん、まず先手を取ったのはジャンボ鶴田ですね。そうですね、かなりバックを取ってから の思い切った投げですね、はい、すぐそして腕取りに行きましたね。もちろん赤いトランクス、赤いリングシューズ、エナムル製でございますジャンボ鶴田、黒いタイツがラッシャー木村でございます。両者のそれでは一つ体格の比較をしてみましょう。ジャンボ鶴田選手が197センチ、ラッシャー木村が185センチ、かなり差があります。しかしウエイトですが、体重の方はジャンボ鶴田が115キロ、ラッシャー木村が125キロでございます。またしても激しく火花を散らせます。激しい睨み合い、平手打ち行きました。このチョップが怖いラッシャー木村でございます。もう一発いった、大きなモーションからチョップ攻撃、3連発続けました。あった、両者殴り合いました。正面からの激突、おそらく木村君としてはね、あの得意の撹乱戦法ですね。なるほど、ラフなペースで若いジャンボをね、興奮させて、はい、エキサイトさせて活路を見出そうという作戦でしょうね。そうですね、今度はスリッパーホールドに入ったようです。ラッシャー木村、黒タイツスタイル、まだまだ一進一退の攻防でやります。2度目の顔合わせ、福井での対戦の時に両者の使った技を思い起こしてみますと、あの試合ではラッシャー木村選手はブレンバスターを1回、それからダブルチョップを多用いたしました。ジャンボ鶴田の方はサイドスープレックス、それからジャンピングニーパッド、それぞれ1回ずつ使っておりますが、結局場外の大乱闘になりまして、9分19秒、両者リングアウトで引き分けています。因縁の対決です。10のジャンボ鶴田か、5のラッシャー木村か。蔵前国技館のお客様の大変な応援合戦であります。本当に真っ二つに分かれました、お客様。さあ、体を起こしにかかりますジャンボ鶴田です。ジャンボ鶴田には若さと柔軟な腰のバネを持っています。しかしラッシャー木村には雑草のようなたくましさがあります。さあ、得意のブリッジ、どういうふうに逃れますか、どういうふうに逃れますか。右の腕を取られているジャンボ鶴田、あった、この強靭玉で半分起き上がりましたが、力でねじ伏せた、ラッシャー木村、力でねじ伏せました。激しい息遣い、両選手力が入る一戦です。ジャンボ鶴田、試練の10番勝負の第2戦目であります。第1戦目はバーンガニアと、あのバーンガニアと堂々の引き分け、両者離れました。それから山田さん、特別レフリーの吉野里純三さんですけれども、この吉野里レフリーに、もし両者が暴行を働いた場合、一度はまあ警告を発しますけれども、二度目になりますと直ちに負けを制するということですね。そうですね、これはまあ、本当にレフリーとしてはアメリカなんかではみんなそうですね、はい、レフリーに手を出しては絶対にいけませんね。もうレフリーというのはリングの上の神様です。レフリーそのものがルールですからね、はい、今のところ両者はクリーンファイトを続けています。攻勢に出ましたラッシャー木村。吉野里さんのレフリーぶりですがね、はい、非常に積極的に中へ分けて入るなどいいですね、はい、吉野里さんはあまりレフリーの経験はないんですよね。初めてですね。初めての経験ですか、はい、しかし、マットキャリアの長い人ですからね、はい、非常に動きもいいし、よく見てますね、はい、アームロックに取っていますラッシャー木村。
立ち上がりました。今度は右の腕の手を回しました。さあ肩の上に乗せます。肩の上に乗せました。ジャンボ鶴田、激しい気迫です。すごい形相。さあ綺麗に分かれるかどうか。トップロープにラッシャー木村を預けました。体を離します。綺麗に分かれました。ジャンボ鶴田、いかにも若者らしい、すがすがしい好青年です。鶴田余裕がありますね。余裕ありますね、果たしても激しい睨み合いだ。サイドヘッドロックに取りました。ジャンボ鶴田でやります。リングの中央だ。さあどういう技に展開いたしますか。さらにねじ曲げました。呼吸を整えるジャンボ鶴田でやります。リングの中央、一旦膝をついておいて、その反動を利用してさらにねじ曲げました。がっちりと食い込んでいる。サイドヘッドロックでやります。エルボードロップ、頸動脈へ、頸動脈を捉える。今度はエルボースマッシュ、あっと素晴らしいエルボースマッシュ、鋭角的に決まりました。さらにサイドスプレックス、いやサイドヘッドロックに取ります。ジャンボ鶴田、左手右手両方使い分けましたね。そうですね、非常にあのスピードもあるし、はい、思い切って打ってますね。あくまで冷静、ジャンボです。なんといってもね、ラッシャー木村はあの上半身の異常な発達を見せてます通りね、強靭ですからね。そうですね、思い切って打ち込まないと、しかも連発左右振り分けないといかんですね、はい。さあピンフォールの体勢になりました。ラッシャー木村、大きな体を利してそのままお腹の上に全身を乗せました。さあ強靭なバネで支えます。ジャンボ鶴田、素晴らしいブリッジ、見事に成功であります。両者また分かれました。さらにまた激しい睨み合い、激しい睨み合いです。今度は腕を取ります。腕を取ってのアンバーですね。アンバーですが、両方の足は胸の上ですね。そうですね、肩は捉えておりません、はい、胸の上でクロスしてますね。そうですね、胸の上でクロスしています。アンバーの体勢に持っていきました。ラッシャー木村であります。むしろ今手首を攻めてます。手首を、はい、関節のあたりを攻めつけます。ラッシャー木村です。ウエイトは勝ります。125キロ、10キロ上、ラッシャー木村、力に任せましての攻撃であります。関節攻撃に入りました。両者グランドのレスリング。ジャンボ鶴田もこの対ラッシャー木村戦、試練の10番勝負の第2戦目だけを目標に練習を積んでまいりました。鶴田であります。エビの形になりましたね。そうですね、ピンフォールの形ですけれども、今サードロープに手を伸ばしたラッシャー木村、果たして綺麗に分かれるか。おっと今度は分かれません。引きずり戻しました。ジャンボ鶴田です。必死で逃れるラッシャー木村、今ロープに右の手が触りました。さあフリーに逃れるかどうか。レフリーは吉野里純三さんでございます。分かれました。今のところ綺麗なファイトですね、山田さん。そうですね、まあ、とにかく、ロープのあたりでもつれますとね、レフリーの吉野里は完全に入り込んでますからね、はあ、先ほど体格の比較をいたしましたが、年齢はジャンボ鶴田が25歳、ラッシャー木村が33歳、そしてプロレスのキャリアではジャンボ鶴田が4年、そしてラッシャー木村が12年でございます。このあたりが問題でしょうね、山田さん。やはりこういったあの大勝負になりますとね、はあ、精神面での充実ぶりというのが非常にこの大きなポイントになってきますからね。手4つの体勢から力比べ、打ち勝ったのはラッシャー秋村、必死で我慢しています。鶴田が我慢しています。さあ体を入れ替えたいところ、またしても手4つの体勢、力が入るリング上、超満員蔵前国技館。さあどうだ、さあどうだ、あっと打ち負けた。鶴田打ち負けました。右の膝をつきました。力では勝るか、ラッシャー木村。山田さん、ジャンボの表情いかがですか。そうですね、まだちょっとペースをつかめないので、はい、少し苛立ってるような感じですね。なるほど、腕を取りまして1回転いたしました。ひねりを加えています、ひねりを加えています。さあ攻撃に転じることができるか、ジャンボ鶴田。チョップ攻撃、ラッシャー木村、木村のチョップ攻撃2連発、逆水平で返す、もう一発鶴田、喉元へ3連発、
4連発、そしてまたしても1回転いたしました。がっちりとアームロックに入っています。うまく回転させました。非常にきつい攻めですね。思い切ってね、ああいう反撃に出る、これでペースに丸め込まれてしまうと怖いんですがね、攻めた後でちょっと冷静になってまた技で攻めてると、そこがいいですね。なるほど、あくまでも冷静、ジャンボ鶴田です。ただ試練の10番勝負第2戦、鶴田君はやはり若いですからね、カッとなった時に怖いですね。そうですね、その精神面ということが一番問題になっておりましたけれども、バンガニア戦引き分けた後直ちに精神面の収容ということで滝に打たれましたり、あるいはまた筑波大学でハードな強化合宿をも取りましたジャンボ鶴田であります。さあ左の腕を取ります鶴田、しかし今夜のリング上あくまで冷静、相手が威嚇攻撃でチョップを打ってきてもそれほどエキサイトしません。もう一回肩口へ、左の腕をがっちりと取っています。大きな背中をまたぎました鶴田。さあ両者立ち上がりました。ロープブレイクか、いやロープブレイクを命じません。吉野里純造レフリーであります。あくまでもファイトを要求してますね。そうですね、激しい睨み合い、激しい言い争いです。ダブルチョップ、あっとほっぺたに一発、鶴田怒った。さあ福井の二の舞か、両者エキサイト、ハンマーする、ジャンピングニーパット、ジャンピングニーパット炸裂、カバーに入らず余裕のあるジャンボ鶴田、相手の起きるのを待っています。頭にストンピングジャンボ鶴田、やっと這い上がりました。ラッシャー木村這い上がりました、苦い顔です。もう一発トーキック攻撃で攻める、ラッシャーも行きました、平手打ち、両方のほっぺたに平手打ちであります。そして腕を取って大きくロープに飛ばす、あーっと早いですね、今の早いですね。今度はブレンバスターの体勢だが、あーっとブレンバスター入った、得意技18番を出した、片指の体勢だがどうだ、カウントは続くぞ、あーっと鶴田1本取られました。ラッシャー木村選手、ブレンバスター構想しました。いやクロスチョップをね打った時にね、もう起き上がろうという意識が強すぎましたね。そうですね、あそこ辺ちょっと若さを暴露した感じですね。十字架チョップから連続してのブレンバスター攻撃、そのまま片指固めでラッシャー木村一勝でございます。やりますね、一呼吸を置いた方が良かったですね。はい、ちょっと本選手ラッシャー木村、木村君のラフペースに巻き込まれたという感じですね。そうですね、60分の3本勝負、先勝したのはラッシャー木村でございます。平本さん、はい、ジャンボ鶴田の口の中が切れましたね、ブレンバスターで4センチほど切れています。あ、なるほど、そういえば失血ですね。山さん、相当強いブレンバスターだったんですね。その前のあるいはフランクロスチョップ で、ね、あるいはね、おそらくそうだと思いますね、うん、さあ2本目の勝負です。60分の3本勝負、ジャンボ鶴田試練の10番勝負第2戦目、相手は強い相手ラッシャー木村であります。 IWA 認定のヘビー級チャンピオンです。格闘歴17年というベテランラッシャー木村を選びました。サイドヘッドロックに取ります。日本戦勝のラッシャー木村選手は昭和39年に相撲の宮城野部屋からプロレス入り、44年にアメリカ遠征、当時 NWA 世界ヘビー級王座におりましたドリーファンクジュニアに3度挑戦という実績を引き下げまして、45年に凱旋帰国を果たしています。昨年の50年の4月の19日マズドク・バショーンを破りまして IWA ヘビー級の王座につきましたラッシャー木村でございます。なかなか山田さん、大物と対戦してますよね。非常にね、ヨーロッパで1年半、アメリカ1年半、この間に大変に大物と対戦したキャリアを持ってますね、はい、ですからそういう意味でのね、総合的なキャリアというのも大変ですね。そうですね、しかもこの一戦ですね、木村君はやはり自分の実績キャリアというものを踏まえて
勝って当たり前というような非常に大きな自信を、ね、持っていると思うんです。それに対して、ね、ジャンボの方がです、ね、やはりキャリアが浅いということで萎縮してしまったらおしまいですね。俺には若さがあるんだと、はい、当たって砕ける力があるんだというふうに思っていかなきゃダメですね。なるほど。さあまたしても先手を取りました。そのラッシャー木村でございます。ジャンボ鶴田後がありません。しかも1本目を先取したということは大変に大きいですね。そうですね、木村君非常に有利になってきましたね。がっちりとヘッドロック取って離しません。そのラッシャー木村でございます。さらにまたこのラッシャー木村選手には金網デスマッチの鬼と言われるだけありまして、もしこの試合がラフファイトになった場合には絶対の自信を持っています木村です。さあ足を取りました。ジャンボ鶴田腰に手を回す。大きく持ち上げて大きく持ち上げた。あっと膝砕きだ膝砕き。これは功を奏した。ジャンボ鶴田功を奏しました。膝砕き。山さん左の膝ですか。そうですね、そうですね、左の膝と素手の当たりですね、はい、そうですね。今攻撃入りましたね。レッグブリーカーに行きます。レッグブリーカーに行きます。2連発です、2連発です。引きずり回す。ジャンボ鶴田激しい攻撃です。そしてハーフデスロックの体勢だ。ハーフデスロック気合をかけます。気合をかける。赤いトランクスが踊るぞ。そのままキャンバスに自ら体を折りました。ハーフデスロックの体勢がっちりと決まっている。さあ木村がギブアップか。さらに締め付ける。汗が飛びます。ジャンボ鶴田もう一回行きました。ハーフデスロックの体勢離しません。がっちりと左の足を捉えています。ジャンボ鶴田もう一回起き上がりました。反動を つけて反動をつけてのハーフデスロック。そのままブリッジの体勢だ。木村苦しい、木村苦しい。体を寄せました。首にロックしてますね。そうですね、首にも手が回りました。首にも手が回った。さてギブアップかどうか。必死で頑張るラッシャー木村です。このまま、ね、いい攻撃ですね。山田さん、鶴田君がね変にですね、はい、大きな技を使おうとせずに足だけで攻めていくのも一つの戦法ですね。今度はトーフォールド、ステップオーバートーフォールドに入ります。テキサス仕込みです。ジャンボ鶴田スピニングトーフォールド。あった、ドリーファンクジュニア譲りのスプリングトーフォールド。あっと足がもつれる、足がもつれる。体を入れ替えました。がっちりと相手の大きな胴に左の手を絡ませました。ジャンボ鶴田です。足を X 字に固めました。必要な攻撃、鶴田後がありません。一本先勝はラッシャー木村です。60分の3本勝負。山さん、いい試合ですね。そうですね、これはもう鶴田君ね、足をうんと攻めた方がいいですね。攻撃目標を定めました。徹底的な足攻め、両者もつれ合い。これはロープブレイクでしょう。勝負になりません。特別レフリーの吉野里純三さんであります。両者分かれました。山田さん、両選手のおっと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 、足を取って、あ、惜しかったですね。ちょっとポジションが悪いですね。そうですね、やはりあの鶴田君、そのアマチュア出身ですからね、やはりあの体のテクニックがありますね、はい、リングの中央で足取り首固めに持っていったら、あるいはピンフォールの体勢になったかもしれません、ね、しかしロープが近いようでした。木村君相当ねタフなタイプですからね、はい、瞬間のね電光石火の技というものが大きくものを言ってきそうですね。鶴田はそれを狙うべきですね。必要に足を攻撃いたします。ジャンボ鶴田、ニューヘンオリンピック出場のジャンボ鶴田でございます。もちろんこのジャンボ鶴田試練の10番勝負、すべてのファイトマネー、今年オリンピックイヤーモントリオールオリンピック開かれますが、そのアマチュアレスリングの強化資金としてすべてを贈呈することになっております。ジャンボ鶴田です。激しい言い合い、あっと一発食らわせましたラッシャー木村。あっと、もう一発平手打ち。鶴田起こった、ショートレンジからのドロップキック、頭を持ってダブルアームスープレックス。決まるか、決まった。人間風車、そのままカバーに入る。ダブルアームスープレックス成功かどうか。カットはあっと崩れた、崩れた、いやどうでしょう、カントは3か、はっきりしません、はっきりしません、はっきりしません。カントは2か、カントは3か、はっきりしません。カウント2ですね、カウント2ですね、カウント2です、カウントは2です、はっきりしません、カウントは2。本当にマッハのタイミングで立ち上がりましたね。
今度はエルボードラップを打って大きく持ち上げてのシュミット流のバックブリーカーだ。シュミット流のバックブリーカーに行きました。ラッシャー木村の動きがやや鈍くなった。そしてもう一回ダブルアームスープレックス、大きく放り投げた。脳天から落ちた。カバーに入る。カントは3、今度は成功、今度は成功。人間風車見事に成功させました。スコアは1対1。力の入る一戦です。全部決めた試練の10番勝負、相手はラッシャー木村、1対1のタイスコアにしました。いや最初のねダブルアームスープレックスの時にジャンボはねカウント3だというふうに考えたらしいですね。しかし吉野里レフリーのジェスチャーはなかったですから、ああいうところは不用意ですね。そうですね。いや2発目いって、これで1位に持ち込んだからよかったようなもの、ちょっとジャンボは危ないですね。スコアの方は1対1ということになります。さあ勝負はいよいよ3本目にもつれ込みました。山さん、3本目はどういうふうに予想しますか？そうですね、ジャンボがですね2本目をね取ったということでかなり追い上げムードが出てきましたね、はい、ジャンボ相当強気ですね。しかし木村はそうはいかんという気持ちでしょう。そうでしょうね。さあ両者の間に割って入ります。吉野里純造レフリーです。あっと今は反則ですね。いかんですね。ワープブレークを命じている間にチョップ攻撃であります。ラッシャー木村強く抗議をいたしました。吉野さん厳しいですね。厳しいですね、はい、非常に厳しい目を持っています。あっと怒った鶴田、一本お返し。怒りの表情両者。さあチョップの応戦になりました。チョップの応戦場外へ持っていきました。さあ戦場場外に求めました。そして赤い鉄柱へ、鉄柱攻撃だ。ラッシャー木村の死体思い切って鉄柱に持っていきました。今度は反対側の赤い鉄柱へ、ゴツンという鈍い音、場外乱世の様子を呈してまいりました。さあ怒ったのはラッシャー木村であります。相手の首を取って今度は青い鉄柱へ、ジャンボ鶴田の死体を打ちつけました。さあどういう風になるでしょうか。国際プロレスのレスラー全員が出ました。吉野里さんがおりましたね、はい、吉野里レフリーがおりましたね。特別ルールで場外リングアウトはカウント20でございます。カウント20です。この辺りが PWF ルールと違うところです。さあ福井の二の舞かどうか、激しい打ち合い、激しいチョップの打ち合い、激しいチョップの打ち合い、上がれって言ってますね。吉野里さんが上がれというジェスチャーですね。両者リングの中に入りました。リングサイドはもう全日本プロレスの若手中堅、国際プロレスの若手中堅、全選手が取り巻きました。今度は反対側へ放り投げる。頭へチョップを見舞う。ラッシャー木村もチョップで返す。額へ、ほっぺたへ、思い切ってチョップ攻撃だ。激しく打ち合います、激しく打ち合います。吉野里さんが中へ入りました。カウントが続きます、カウントが続きます。カウント20で果たして両者リングの中に入ることはできるか。リングの上上がって戦いって言ってますね、はい、そうですね。リングの上に上がれというジェスチャーです。エプロンに手をつけました。木村入りました。ジャンボすると先に入りました。トーキック後ろからサイドスープレックスの体勢だが行くか。サイドスープレックスいった。頭からずしりと落ちました。さあカバーに入るか、両者ナックダウンか。ジャンボすると半身の体勢、しかしはっきりと起き上がることができません。テープが投げ込まれます。興奮したお客様からテープが投げ込まれました。もう一回サイドスープレックスだがどうだ。相手はウェイトのある125キロのラッシャー木村を持ち上げてサイドスープレックス2連発だ。またしても脳天から落ちた。ダメージの大きい木村、鶴田勝機を見出すことができるか。あと1本取れば勝ちです。賞金は1000万円。そのままカバーに入ったがカウント2、カウント成功です。今のどうですか、サイドスープレックス2連発。そうですね、ちょっとね息が低いですね。ラッシャー木村も生き返った。お、ラッシャー木村が人間風車の体勢だ。スープレックス、おっとシーンスープレックスで恩返しだ。スープレックスで返しました。スープレックスを返しました。ラッシャー木村、人間風車サイドスープレックスの応酬になっています。そのままカバーだがカウント2。鶴田危ない、鶴田危ない。
株を奪われました。ジャンボ鶴田、人間風車を仕掛けられました。木村君なかなかやりますね。本当によく技を研究しています。足を取って今度は逆エビの体勢、ボストンクラブだが、さあ体をまたぐことができるか。ジャンボ鶴田気を伺います。今またぎました、今またぎました。さあ木村ギブアップか、ギブアップか。ボストンクラブ完全に決まっていますが、返した、返しました。そのままピンホール、危ない、鶴田危ない、鶴田危ない。カウントは2、カウントは2です。本当に一瞬のタイミングで外しました。一進一退の攻防、3本目であります。バックを取った、バックを、あ、ジャーマンスープレックスだが、どうだ、ちょっと崩れかかりました、ちょっと崩れかかりましたが、肩はついている。そのままどうだ、あっと、カットはどうでしょう、カットはどうですか。山田さん、これもまたはっきりしません。ジャーマンスープレックスホールド完成したのかどうか、今、ね、ちょっと見届けられませんでしたが、おっと待ってください。さあ全選手が激しい形相で飛び上がってまいりましたが、今確かカウント3を取りましたよね。両方の手を挙げてますね。両方の手ですか、両方の手を挙げてますね。今ね、あの崩れた時にね、はあ、両方の肩をついてましたね。両方の肩をついたということで今説明が行われています。ああダブルフォールということですか。そうですね、ダブルフォールという解釈でよろしいんでしょうね。吉野里レフリーが両選手の手を挙げました。結局そうしますと1対1の引き分けということですね。そうですね、1対1の引き分けに終わったわけでありますが、リング上にザ・デストロイヤーが飛び出してまいりまして、吉野里レフリーにジャンボの勝ちではないかというアピールであります。またしてもやり合います両者。チョップの応戦になりました、チョップの応戦になりました。勝負は引き分けになっています。両団体、国際プロレス、全日本プロレスの全選手がリングの中に上がりました。非常に険悪なムードです、非常に険悪なムードです。ジャーマンスープレックスホールドが確か、山さん崩れましたね。そうですね、かけた後ですね、崩れて鶴田の背中もついてたように見えましたね。はい、カウント3を告げました吉野里レフリーですが、これはダブルフォールを宣言したものと思われます。結局1対1の引き分けということになりましたが、収拾がつかなくなりました。リング上でございます、収拾がつかなくなりました。リングサイドからジャイアント馬場選手も登場してまいりました。今モーターリングアナウンサーがお客様に1対1のタイスコアで引き分けというような説明をしています。しかし我慢なりません。ジャンボ鶴田、そしてラッシャー木村、まだ興奮しています。対角線上の睨み合い、全選手が登場して興奮しているジャンボ鶴田を制しました。国際プロレスの全選手も登場してまいりまして、ラッシャー木村を制しました。ロープの上に上がります。ジャンボ鶴田、木村もロープの上に上がって俺の勝ちというようなことをお客様に言っているようであります。さあお客様ももう応援合戦2つに分かれておりますので、大変なことになりました。応援合戦も大変な、今レフリーを交えてですね、馬場代表と吉原代表が話し合ってますね。そうですね、あくまで冷静なのはジャイアント馬場、そして吉原社長でございます。二人で今話し合いが行われております。吉野里純造特別レフリーを呼びました。山さん、今のですね、ジャーマンスープレックスホールド崩れた時点から一つもう一度明快に説明願いますか。そうですね、ジャーマンスープレックスホールドをかけた、それが崩れた、かけた時にですね、木村君も完全にピンホールされた形になってるんですよね。鶴田君も崩れた、そして鶴田君の背中もついた、木村の背中はもちろんついている、はい、その時にカウントをしたということですね、はい、なるほど、両者どうやら納得したようでございます。がっちりと握手を交わしました。ジャンボ鶴田、そしてラッシャー木村、あっと先にジャンボ鶴田がラッシャー木村の手を挙げました。友情を返します。ラッシャー木村どうやら納得したようですね。そうですね、レフリーの判定に従いまして、ジャンボ鶴田試練の10番勝負因縁の対決、ラッシャー木村との一戦は1対1のタイスコアで
またしても引き分けということに相なったわけでございます。どうやら両者がっちりと握手をしましたのでしこりは残らないようでしょうね。そうですね、まあ、非常に珍しいケースだと思いますがね、はい、本当に珍しいケースでしたね。もうおそらく両方ともですね、あそこ の、 ラッシュ攻撃3本目に入ってからかなり激しいやり取りでスタミナをちょっと失ってましたね、はい、そうですね。さあもう一回両者握手を交わしますか。友情の交換でございます。本当にいい相手を選びましたジャンボ鶴田。ラッシャー木村も非常に大健闘いたしました。先輩方のラッシャー木村でございます。こっちで引き分けて一人のないようにして、今後こういう試合をまだやってもらいたいですね。そうですね、先輩格のラッシャー木村がポンポーンと両方の肩を叩きましてジャンボ鶴田の健闘を叩いております。鶴田もよくやりました。そして国際プロレスのラッシャー木村もそれ以上によくやりました。非常にすがすがしい別れでございます。ジャンボ鶴田選手の試練の10番勝負の第2戦も引き分けにおりましてこれでバンガニアに続いて引き分けが2つということになったわけでございます。